公共曲第8番はジャン・シベリウスが手掛けた大規模な作品として最後のものであったが完成したものが公開されることはなかった。この作品のスコアは1945年にシベリウス自身によって焼却され存在しない。この作品は20世紀における最大の音楽上の謎とされている。シベリウスは1926年に最後の完成作である。 公共しタピオラを完成させたが、その完成後、さらに30年生きた。そして、その期間ずっと公共曲第8番の作曲に取り組んでいたとする説もある。彼は、早ければ1930年頃に公共曲第8番を仕上げると約束していた。1931年に、ベルリンで公共曲は大きな歩幅で進んでいると報告し、 同年12月の日記には私は第8番を書いている。青春の真っただ中だと記している。また、妻愛の絵の手紙で公共曲の構成を説明している。さらには、1930年代半ばに五千紙を大量に発注したという記録が残っている。この作品の第一楽章は1933年に上書された。第一楽章は23ページあり、 シベリウス自身の見積もりによると、全曲は、その8倍の大きさになるはずだった。1933年9月4日付の領収書、およびその裏面のシベリウスによるメモが、このことを示している。シベリウスは、新作の公共曲の初演が、セルゲイ・クルセビツキー式のボストン公共楽団によって1931年、および1932年に行われ、 ロンドン初演は1933年にベージル・キャメロンを指揮者としてロイヤルフィルハーモニック協会によって行われると約束し広告を打って宣伝した。また、イエオリシュネーボイクト式のヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団による演奏も計画されていた。しかし、結局、公共曲第8番は完成しなかった。シベリウスの妻アイノは、 夫が1945年に自筆布を火にくべたのを見ており、その時燃やされたもののうちいくつかは完成した公共局第8番だったと思われると述べている。シベリウスは不安や抑うつ傾向があったが、そのような破壊的な行動の前例はなかった。かつては自らの公共局第5番の諸行とカレリア組局の拡張版を破棄したと考えられていたが、その両方とも、 現在では存在が確認されている。シベリウスはジャーナリストと公共局第8番について語ることを拒否したが、プライベートでは同僚や友人に対して公共局の話をした。しかし彼の言ったことは矛盾していた。ある友人には公共局第8番のいくつかの学章を書き留めたと話したが、別の友人には 公共曲第8番はまだ心の中にのみ、存在すると語った。また、公共曲第8番が多分書かれ、そして破棄された時期から見てずっと、後である1950年代にも、シベリウスは、まだ公共曲第8番の作曲に取り組んでいると、述べていた。1938年から1957年に、シベリウスが死去するまで個人秘書を務めていたサンテリ。 レバスは、私は、置いたシベリウスは、公共曲第8番以外の仕事を念頭に、置いていなかったと信じている。彼は、何か曲を作るよう頼まれた時は私に、大きな仕事のアイデアに取り憑かれていると答えていた。彼は、多くの場面で、この方法によって、作曲の依頼を断った。そしてしばしば、彼は、死の前に、主要な作業を完了するだろうと私に言ったと、 述べている何年もの間、残っている、公共曲第8番の痕跡は、公共曲第7番の筆者譜に含まれている、傍中のみとされていた。つまイのは、作品111ビット、オルガンのための2つの商品の第2曲、早々音楽は、公共曲第8番の素材に基づいていると、主張していた。しかし、シベリウス全集の編集長であるティノビルタネンによれば、 ヘルシンキ大学図書館にシベリウスの遺族から寄贈されたアーカイブには行方不明の公共局第8番に関連する可能性がある大規模な自筆譜が含まれていた。これらの自筆譜から抽出された3つのスケッチはオーケストレーションを施され2011年10月にンストルゴールズ式のヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団によって所演された。この発見により 公共曲の全部、または一部の復元が可能かもしれないと言われている。後に、オッコカム式、ラハティ公共楽団により、4つのフラグメントと題して、CD がリリースされた。ありがとうございます。